概要、リング上2面に有刺鉄線が貼られ、そこに200ボルトの電流を流し、1面40個、計80個の小型爆弾がセットされる。残りの2面は完全なノロープ状態とし、リング下には有刺鉄線バリケードが置かれ、1面40個、計80個の小型爆弾がセットされる。よって小型爆弾の総数は100ラック10個となります。ルール、試合は時間無制限一本勝負で行われる。勝敗はフォール、ギブアップにより決するが、バリケードでの被爆によりリング内に戻れない場合はリングアウト負けとなる。爆破により何らかのアクシデントが生じた場合はレフリーストップもあり得る。以上となります。挑戦者、工藤めぐみ選手の入場です。いよいよこの時を迎えました。引退試合にしてタイトルマッチ、 FMW 女子初のメインイベント、そして史上初電流爆破ダブルヘルデスマッチ。ゲストはもちろんこの人です。工藤めぐみです。とうとう来ましたね。はい、今この時のまず心境からお願いしたいんですけど。なんかこの時はもう緊張を通り越して無に近い状態でしたね。逆に変に落ち着きが出てきたかなっていう感じがしました。僕のもですね、はい、リング上でですね、いつもだったら、まあ、一つのコーナーでじっとしてるんですけどね、はい、妙に今ビデオを見ながらうろちょろしてるんですよね、はい。やっぱしその女子が初めてメインイベントを取るっていうのはですね、本当に7年間、はい、ある意味でこの時のために戦っていたような気もするんですけどね。そうですね、一つの目標に7年間、はい、短いのか早いのか分からなかったですけど、ようやくこの日が来たっていう感じですね、はい。それと同時に今リング上で父親を待ってるわけですけども、この時の心境も聞いてみたいんですけども。そうですね、もうここまで来たらあとは最後まで突っ走るしかないっていう感じでずっとリングにいましたね、はい。まあ、艶はいつもというよりもいつも以上に、まあ、ふてぶてしい表情で入場してきたわけですけど、もちろんこの一戦艶としても負けられないっていうのはあったと思うんですよね、はい。2本のベルトを持ってこう入場してきたわけですけれども、このベルトに対する思い入れっていうのは、やっぱり私がまあこのベルトをコンバット豊田から取ったんですけども、ゴーデングが先でそのベルトをですね、最後自分がもう一度巻いて去りたいなっていう思いはやっぱありましたね。コロンビアマーシャルアーツレスリング株式会社代表取締役新井翔一よりタイトルマッチ宣言です。宣言、ただいまに行われる工藤めぐみ引退試合女子ノーロープ有刺鉄線電流爆破バリケードダブルヘルデスマッチは、選手権者シャーク土屋、挑戦者工藤めぐみとする WWA 世界女子選手権およびインデペンデントワールド世界女子選手権試合であることをここに宣言する。平成9年4月29日フロンティアマーシャルアーツレスリング株式会社代表取締役新井翔一。こういう細かいことですもん、やっぱこの待ってる間っていうのは、すごい、このリングの設定っていうんですか、はい、やっぱり普段と違うんで、その室の中に入ったっていう雰囲気、はい、それだけでもやっぱり普段と違うなっていうのがもう実感ですね。なるほど。僕もやっぱし何回か、まあ、男子のでですね、はい、こういう試合の形式を、まあ、レフェリーとしてやってるんで、さほど緊張っていうかそういうのはないかなと思ってたんですけど、はい、やっぱ実際に2人がですねリングに上がった時にですね、はい、まあ、正直な話ちょっとやばいなっていうのが、はい、
どうしても頭の中に、去年の汐留ですか、はい、まあ、ポーゴさんとテリーがやった試合、はい、その後、まあ、6人タッグで、まあ、金村と田中たちがやった試合っていう2試合がですね、はい、必ずしも本当にそういう、まあ、綺麗な形で終わったっていうよりも ね、 そうですね、どっちかっていうよりも選手が怪我してですね、はい、まあ、はっきり言ってとても良くない、うん、試合の終わり方をしてるんでですね、はい、まあ、男子だから女子だからってやっぱ差別はしちゃいけないと思うんですけども、はい、やっぱしなんでここまでやるのかなっていうのをですね、また同時にもし何かあった時はどうすればいいんだろうなっていうのは頭の中でずっと考えてましたね。うん、もちろん無事に終わるとは思ってなかったんですけれども、はい、二人とも本当に無事にですね、はい、終わってほしいなっていうのが、まあ、試合始まる前の正直言った感想でしたね。やっぱりこう戦ってる選手だけじゃなくて、はい、やっぱりこうレフリーセコンド、はい、みんなのそういう、 こう緊張感っていうのがひしと伝わってきますよね、こういう試合っていうのは。そうですね、もしここで本当大怪我とかしてしまえばね、女子だから危険だっていう、はい、またそういった偏見な目でも見られると思うんですよね。そうですね、そしたらやっぱり振り出しにまた戻っちゃいますからね、はい、まあ、このある種女子でも本当にデスマッチ、ヒューマニズムのあるデスマッチですか、はい、それを見せられるっていうことで、まあ、工藤さんにしても豊さんにしても誰も女子が踏み入れなかったこのデングル爆破っていうのに、まあ、足を踏み入れたわけですからね、はい、そういうプレッシャーっていうのもありましたもん。ありますね、やっぱり。だから、まあ、よく言われてますけども、対戦相手は土屋だけじゃなくて、はい、やっぱりそういうものの方がとてつもなく大きいんじゃないかなっていうのは思いますね。やっぱ他団体の女子、もちろん見に来てるお客さん、はい、もちろんマスコミに対しても含めて、はい、実際にその相手の土屋の方はどうでしたかね。そうですね、まあ、よく土屋がちょうど工藤さんが引退発表するっていう発言をしてからですね、はい、しきりまあ女子プロ界の流れを変えると、はい、ある種女子プロ界を破壊するっていう言葉を使ってたんですけども、はい、その破壊っていうのはある意味では工藤さんたちがやろうとしていることをも破壊しようとしたっていうのはあると思うんですよね。ありますね。正直言ってまあ敵なんですけども、はい、土屋がこう今までやってきたってことは異質ではあるんですけども、女子プロの枠を超えて本当プロレス界を変えるだけの勢いっていうのは確かにありましたね、はい、まあ、土屋の言ってた中では、はやぶさや田中をも出し抜いて自分たちがメインを取ると、うん、ただ土屋としてはこれは多分、まあ、有志鉄線は経験してるんですけども、爆破初体験だったんですけども、はい、まあ、戦った感触として、はい、そういった意味での気負いっていうのはありましたかね、土屋の方には。多少はあったんじゃないですか。ただやっぱりこう、はい、試合が進むにつれていつもの自分のペースっていうものを握っていったとは思うんですけども、はい、やっぱりこう重圧っていうのはいろんな意味で大きかったと思いますね、はい、まあ、恋こぼう一つにとってもそうなんですけどもね、非常にもう緊張感あふれる試合の展開なんですけれども、やっぱしまあ有志鉄線、まあ、電流爆破の中で戦う中で何かやっぱ考えながら戦うってこと、考えてるってことはありますかね。やっぱり一番は距離感ですね、はい、試合を通してやっぱり距離感っていう、こういうものが一番、はい、気をつけて頭に入れてることなんですけども、はい、これが一発目の爆破ですよね、はい、
前回川崎球場でやった時と違って、はい、あの室内でやりましたね、これ横浜アリーナ、はい、爆音っていうのはやっぱしこもってる分だけかなり大きく聞こえたんですけども、はい、私自身もダメージ大きかったですね、一発目にして、はい、もう足の裏がすぐ焦げたのが分かりました。痛めていた今脇腹を、ね、はい、狙ってきてるんですけど、まあ、これ勝負の鉄則ですよね、はい、土屋も本当にこれは思ったんですけども、最後までやっぱ勝ちにこだわってるなっていうのが、もう一度ここであの対戦相手のまあシャーク土屋に対してのちょっと、ことをいろいろ聞きたいんですけども、はい、もし工藤めぐみの戦ってきた歴史の中では、はい、かなり大きなウエイトを占める、そうですね、やっぱり外すことができない相手だと思います。特に新生になってからは、はい、まあ、一つの土屋が持ってきた有刺鉄線というものから、はい、ここまで、まあ、女子というものが変わってきたんで、はい、一つのキーワードですよね、有刺鉄線というのは本当に、はい、だからやっぱりそれがあって、まあ、ここまで来たなっていうのがあるんで外せないですね、土屋っていうのは。まあ、正直な話、この有刺鉄線やるにあたって、はい、まあ、会社はもちろんですけどね、まあ、男子の選手もやっぱかなり反発っていうのは、はい、多分工藤さん自身も感じていたと思うんですけども、はい、でもそれでもやはりやらなきゃいけなかった。そうですね、ちょうどまあ、新生 FMW になって最初のシリーズですか、はい、土屋が有刺鉄線に持ち込んだのは、ね、はい、あの時を考えるとここまで過激になるとは思いも及ばなかったですね、うん、で今度周りの方が、まあ、1回目有刺鉄線やって、はい、また2回目やって、まあ、やることによって過激になっていくんですけども、はい、なぜか止められないんですよね。でもやっぱそれはその中に戦いの中に、まあ、大西さんが何回も言うようなやっぱヒューマニズムってのは確実にあったと思うんですよ、はい、もしなければそれこそ一番最初に有刺鉄線やってた時点で終わってたんじゃないかなっていう気はするんですけどね、はいはい、もちろんこういったもう本当に保護さん的な動きを次から次へとまあ、仕掛けていってるわけですけれども、はい、そしてこう刃物っていうものを直にこうやってやられてるわけですけども、はい、そのもの自体でもやっぱり恐怖心ってのありますよね。ありますね、やっぱりそのものを見ただけで、はい、恐怖心って一気に湧き上がってきますし、はい、その、まあ、前回その前にも痛められ、はい、つけられてる痛さっていうの分かってますから、はい、やっぱり強烈ですね、はい、でもそういうものを全て受けていてさらにねその中でプロレスというものを見せなきゃいけないっていうのはこれなかなか本当分かってくれないんですよね。そうですね、はい、うん、それをまあ分からせるための戦い、うん、意外だったんですよこれね、うん、工藤さんこうやって鎌を持った、もちろんやはり瞬間の迷いっていうのはやっぱあったわけですかね、持ったとしても。うん、そうですね、あると思いますね、はい、やっぱりどこかでこう自分がこうなんていうのかな、一つのこう一線として使っていいもの、はい、いけないものっていう迷いがあると思いますね、はい、うん、この時で
半分ぐらい意識なかったですよね。そうですね、はい、僕もとりあえずまあ、目とあと指先の動き見てたんですよね、はい、やっぱ指先の方から人間痺れてくるらしいんでですね、はい、この時のスリーパーも、まあ、知性自身は多分本気で締め上げるつもりで、うん、これは結構ガッチリ入ってましたから、はい、聞こえましたか、このプローコールというのは、ね、自分の意識が遠くなっていくんですけども、はい、その声っていうのはかすかに遠くの方で聞こえてきたっていうのは覚えてます、はい、でもここで知恵がまあこうスリーパーホールドというね、プロレスの技で攻めてきたことに対してはやはり知恵自身も最終的にはそのやっぱプロレス好きでやってるわけですからね、はいはい、その狂気だけに限らずやっぱこういうプロレスの音で来たわけですけれども、まあ、実際にこの土屋のプロレスの力量っていうんですか、はい、まあ、どうしてもやっぱ狂気攻撃とかがクローズアップされると思うんですけども、はい、うん、でもまあ技を見れば、はい、まあ、パワーボム、はい、バックドロップ、はい、これは本当にもう女子プロの中でも群を抜いてると思いますね、はい、使い手としては強烈ですね。ここでまあ土屋の方がバリケードの上に落ちたわけですけども、やっぱし起き上がってくるなとか、でも土屋なら起き上がってくるんじゃないかっていうのは、でも逆に起き上がってこいですね、はい、これは気持ち的には。あとまあ一つ、まあ今までいろんなまあ選手が引退していた中でですね、はい、どうしてもやっぱしその自分のプロレス生活最後っていうことになればですね、はい、やっぱり今まで本当に同期の選手だったりとか、はい、手の合う選手とかとですね、はい、やってですね、まあ終わっていきたいっていうのが本望じゃないかなと思うんですけども、うん、どうしてもなぜ土屋戦なのか、なぜデスマッチなのかっていうのはですね、はい、もう一回ファンの皆さんにですね、聞いてもらいたいところなんですけども、やっぱりどうやって終わることが自分にとっての完全燃焼かっていうことだと思うんですね、はい、その時にやっぱり最後まで自分のプロレスを貫き通すっていうことが私にとっての完全燃焼ですし、やっぱりデスマッチ、それと戦ってきた部分ってすごく多くあると思うんですね。特にうちの団体っていうのはその偏見のメダリーなんだりって、はい、でも私はそのデスマッチを通してプロレスの凄さっていうものを再確認しましたし、はい、それをやることによって自分自身のプロレスって幅がすごく出てきたと思うんで、はい、それをね最後に胸を張って自分の最後の試合にしたいなって思って、まあ、こういう試合、はい、そして最後まで勝負にこだわりたいっていう意味で、僕はもう正直この時点でダメだろうと、こういう時の痛みってもう例えようがないですね。僕らは分かんないんですよね、なんで、うん、起き上がってくるのかな、やっぱしこれ見てる方もお客さんもそういうのはあると思うんですよね、でもかなり角度が、多分この時点で試合は多分勝利を確信してると思うんですよ、はい、確信しててもやはりどうしても今までの、まあ、工藤さんの試合を見てきてまだ返すかまだ返すかっていうのが何回も経験してきてると思うんで、
やはりあえて自分の得意とする技でここは本当に一気に畳みかけてきて、はい、でも完全にやっぱ勝利を狙ってますね。試合的にはこの辺意識っていうのはすごいありました。そうですね、まあやらない、まあ遠のいてはいるんですけども、はい、でもここでね、終わってしまうわけにはいかないっていうのは自分の中で思いました、ね。はい、よくなんでねこのリングの中に入るのかがわからないとか、はい、理解できないって言われますけども、確かにね言葉で伝えるのは難しいんですけど、でもやっぱりそれだけのものが、守るべきものが本当にそのリングの中にあるっていうことをね、私は見つけられただけでも、はい、本当にもう BMW としてやってきて本当に良かったなって思いますし、はい、それだけのものがこのリングの中にはあるんだなって思いますね、はい。まあ、マスコミの人とかでね、はい、声を聞くとですね、試合どうでしたかって話してた時にとっても切なかったよって言ってるんですよ。その切ないっていうの意味がですね、まあちょっと未だに僕はですね、ちょっとなかなか理解ができなくてですね、多分気持ち的には多分同じなんでしょうね、はい、どう表したらいいのか分からないっていうのがですね、正直な話なんですよ、こればっかしは、はい。もちろん工藤さん自身が選んでやった試合なんですけども、実はですね、この時のことなんですけども、はい、試合止めるつもりでいたんですよ、はい、この時点ではもういいだろう、うん、でもやっぱ工藤さんの目がですねそうさせないんですよね、うん。なんで返すんだろうって、多分こっからですね僕もおぼろげなんですよね、はい、なんで返すんだろうって。パワーボムにしても今のファイヤー攻撃にしても、まあ人間っていうのは不思議な力っていうんですかね、うん、そういうのがあるのかなと思って。そうですね、本当にもう一生のうち何度出るかわからない、はい、数回のその力が多分一回ここなんでしょうね、私にしたら、はい、そうなんですね。ここでもうここは最後のフィニッシュシーンなんですけど、もうここは言葉はいらないですね。そうですね、今この3カウント入って、はい、一番最初に思ったことは何でしょうか。そのことでそのことで終わってしまったっていう、やっぱり寂しい気持ちが湧き上がってきましたね。電源を切ってください。それが正直な気持ちですかね。そうですね、最後にですね、はい、まず残された妹3人、はい、中山、理恵、池田に一言ずつと、あと最後まで工藤恵を応援してくれたファンの皆様にメッセージを残してもらいたいです。はい、妹3人たちにはですね、本当にプロレスっていうものをやっぱりこの先厳しいとは思うんですけど、伸び伸び頑張ってほしいと思います。そして、ファンの皆様にはですね、今まで本当に、どうもありがとうございました。私も、皆さんからいただいた声援っていうものは私自身の、勇気に変えてリングの上に出してきたつもりです。これからも今まで、学んできたことを、生かして、今後も頑張っていきたいと思います。そして最後にもう一つ大事なことを聞き忘れてました、はい、工藤恵にとってプロレスとは何だったんでしょうか。私にとってのプロレスは喜びであり苦しみであり私の生きがいでした。
レスを通して、いろんなことを学びました。プロレスを通して、いろんな人たちに会いました。今まで、本当にありがとうございました。通路開けてください、通路を開けてください、通路記録を開けてください。壮絶な死闘を終え、家族に抱かれ帰ってきた工藤を控え室の前で待っていたのは父である大仁田であった。大丈夫か？大丈夫か？はい。大丈夫か？大丈夫か？大丈夫か？どう？大丈夫か？大丈夫か？原が Yeah, no, you're right.
直してさ。おい控えさ、こんじゃろ。ほら、待て。ほら、何しこんか。なあ、この日、7年間にわたり全力で自分の家族であった FMW を守り抜いてきた工藤のレスラー人生にピリオドが打たれた。それは邪道姫と呼ばれ、女子プロレスの枠を超えた戦いで数々の功績をマットシーン残した工藤らしいあまりにも壮絶な散り方であった。そんな偉大なる姉のファイナルロードを涙を浮かべて見送る妹たち。この時、家族全員の胸に工藤に対する感謝の気持ちが溢れ出た。ありがとう、そしてさようなら。